ニュースです。木村拓哉がコンビニで必ず買うもの意外な一面に共演者も驚き、俳優の木村拓哉が2022年4月12日放送の家事ヤロウにて MC のバカリスムさんから、スーパーとかコンビニに行くんですかとの質問が出て、行ったら必ず買うものがあるかを尋ねられた。木村さんは、家帰ればあるのにコンビニに行くと買っちゃうのは歯磨き粉と告白し、共演者たちは驚いていた。視聴者からも意味がわからなくてとてもいいなどといった声が上がった。